プロポーショナル、ノーテーションとは、現代音楽における、寄付法の一種。スパチュアルノーテーション、スペーシャルノーテーション、スペースノーテーション、スペースノーテーションとも呼ばれる。定量寄付法では、視覚上の印象と実際のリズムが祖語をきたすことに、橋を発し、それならば、目に見えた通りに演奏できる寄付法がないかと、提唱されたものの一つである。 エアハルト・カルコシカやボグスワフ・シェフフェルの著書内には、これらの寄付法で書かれた作品をふんだんに見出すことができる。この寄付法の開発者は、同時多発的に採用した作曲家が多く不明であるが、刑事の駅の音楽の寄付がヒントになり、ダルムシュタット書き講習会内で広められた説が有力である。楽譜の見やすさから芝叩く間に広まり、 この寄付法は1960年代を覆い尽くした。現代音楽の寄付といえば、すぐこれを連想する人も多かった。普及度に差があり、第一次ポーランド学派の作曲家の作品は、誰が書いても確実にこの寄付法が見られたが、安直なリズム法を嫌って使わないものもいた。1970年代は、 この寄付法の限界を理解した上で、通常のリズム寄付と併用する例が増え始める。新しい複雑性出現以後は、この寄付法は、結局演奏家のリズム能力に全面的に依存するため、新しい持続を得ることは不可能であるとされ、1980年代以降は、この寄付法が徐々に敬遠されていく。しかし、この寄付法がもたらした恩恵は大きく、演奏家は、 どうやってリズムを知覚するのかを解く大きな一歩となった。現在もリズム指定がほぼ重要でないパートはこの寄付法で代用されることが多い。流行は終わっても定量寄付法では書けないリズムが寄付される混論、難可動のような例もある。ありがとうございます。